スイーツ作ってんねん。今日な、動画とか特に撮るつもりなくて、やけど、こんななんかスイーツ作ってるってなんかすごい女子っぽいじゃないですか。だから、なんか、なんかちょっと報告しといた方がいいかなと思って。報告しといた方がいいかなと思って。そうなんです。チーズ不使用、ヘルシーチーズケーキ風っていう。そう、チーズケーキじゃないねんけど、ヨーグルトを使って、チーズケーキっぽいのができんねんて。今から注ぐな。普通にチーズケーキ作りたいねんけど、昨日も今日も食べたしなと思って、爆食したいとかじゃないねんけど、なんか作りたいなみたいな。でもちょっとカロリー気にしたいって思って、チーズケーキ風みたいな。体に良さそうやろ。イエイ。これをもうあとは電子レンジ600ワットで3分30秒チンで終わりだし、簡単にできるんやとさ。普通に電子レンジオーブンじゃないの？じゃじゃーん、じゃ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 ん。動画撮ったテンション上がんねんけど、ちょっとさっきまでテンション低かったよね。夜に急にすんごいテンション低くなる時があんの。そういうモードの時あるやん。もうこんな世の中生きていかれへん、そういうモードになったんだ。そうなったら最近あか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 みたいな、もう落ち込んだら闇落ちモードになっていくねんな。そんな自分も受け止めたいけどできるだけポジティブとは言わんつつも、ふわっとした気持ちで生きようよみたいな感じで自分に一過するときにお菓子作りしてるんです。このモードがな、3週間前かな、もう一回あって、このちょっと闇落ちモードになっていくみたいな。で、あか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 みたいな。なんか外に出かけて飲みに行こっかなって思ってるけど化粧してないし、化粧落としてお風呂入らなかったとこ想像したら、あ、無理無理ってなるんだ。だから、じゃあケーキ作ろうと思って、で、家にさつまいもあったから、さつまいもプリン作ろうと思ってさつまいもプリン作ったけど、なんか思ったよりできなくて、たださつまいもとろとろにしたいやつができた。で、プリンうまくいかんかった。へえ、これでチーズケーキできんねんて。冷蔵庫で冷やしたら完成。おお、汚いのバレる、この電子レンジの中。まあいいかな、汚い、これでも後で掃除すんねん、これまた掃除すんねん。掃除めっちゃ膨張してるくない？めっちゃなんか料理してる人のオーブンっぽくなってない？絶対今何人か見てくれてるみんなの中で、え、来たろって絶対言った人のところで、え、来たろってえ、来たろって実はの実はやねんけど、もう一個作りたいね。米粉ってさ、聞いたことある？え、マジ知らんねんけど体にいいって言うやんか。米粉ってよく聞くやん。米粉のクッキーみたいな、バターなしって書いてるから、作ってみようかと思って。塩少々とは、これあしな、これスーパーで米粉探してきて、この米の粉って見てんけど、米粉とは書いてなくて、その米と粉の間にのって書いてるから、知識ないから、これは米粉ってことなの、それとも米粉って言いたいけど米粉じゃないから米の粉みたいな、なんかその米粉じゃないのかなって私は思って、頼みながら一瞬すごい考えてな、これは米粉かってこのクッキーにバター使わんくせに、私は今 BTS のバター聞いてます。常温で30分置いたらしっとりすると書いてんねんけどさ、見て、なんかサラサラすぎん？大丈夫かな？私の家の死ぬほど喋る掃除機聞いてもらっていい？汚水タンク、またはデブリチャンネルを清掃してください。めっちゃ喋らん。浄水タンクがめっちゃ喋るやろ。水と洗浄液を補充してください。うるさい、電源オフ。うるさい、またはデブリチャンネルを清掃してください。めっちゃうるさい。浄水タンクが空です。うるさい、水と洗浄液を補充してください。30分経ったらしっとりって書いてるけど、全然しっとりしちゃうんだけど。絶対この子またドス黒い顔になっちゃうわ。はい、いってらっしゃい。はい、できたみたいです。オープン。できたんかな。あ、いい匂い、めっちゃいい匂いすんね今。いい感じにできたのではないでしょうか。なんか何これじゃない、これ何これ、食べてみていい、これ美味しいかな。あの、やっぱ置き換えみたいな味やな。普通にチーズケーキが食べたくなっちゃう。見てこれへん、この袋。カメラのバッテリーを入れようとしたらバッテリーがなんかその膨張しちゃってて抜けへんくなってんな。
で、なんかアロンアルファとかつけたらいいって書いてからクッキー焼いてるのにコンビニ行ってせっせとやっててんけど取れへんくて、で、だからそうやねんな。実は料理しながらビール飲んでてんな。で、見てこのな、デコレーションするのもな、買ってきてんな。でもな、なんか使う出番なかったな。楽しかった。これいただいたシチリアレモンソーダ、カルディで売ってるやつらしい。美味しい。味は発泡酒とかビール飲むんですけど、けどなんやかんやなし、ソフトドリンクみたいな甘いジュースめっちゃ好きやねんな。けど居酒屋とかで何杯も飲むってなったらビールの方が結構飲みやすい。あと焼酎とか日本酒、あ、しゃ、そんなに飲まれへんねんな。日本酒はなぜかめっちゃ酔っちゃうねんけど、でも焼酎はあんま酔わへんねんな。だから焼酎は結構飲むんですけどね、日本酒結構酔っちゃうねんな。これジュースみたい、美味しい。カルディとかさ、買ったりする？駅中とかにあるやんか。で、行ったことあんねんけど、あんまり買い物したことない。でもさ、その、たまに、友達が泊まりに来てくれるとかさ、どっかこう寄った時にくれるものとかで、カルディとか結構多いから、みんなやっぱカルディ結構行くんかな？もう冷めたやろ。いただきます。うん、なるほどね。美味しくないか美味しいかで言ったら美味しいけど、もちろんその、私が、こういうお菓子作りめっちゃ下手くそっていうのもあんねんけど、バターコテコテに入れてなんか小麦粉と食べるなんかクッキーの方が美味しいな。お菓子作りにバターって大事なんやなと思った。これ食べて、こういうさ、ちょっと低カロリーで代用スイーツってあるけど、やっぱしでもさ、食べたら食べたでなんかそのさ、本物のやつ食べたくなるから、私にはもう代用スイーツみたいなし知らん方がいいんかなって思った。けど時々こういうの作るのはありかも。ヘルシーホロホロクッキーって感じで思ったら美味しいなと思う。塩がなんか少々って書いてんけど、でもなんか結構思ったより今回ちゃんとしっかりめに塩入れてんな。もうじゃ美味しいわ。でもこれ美味しいかも。米粉米粉ってよく聞くからなんか作ってみたかったん。米粉ってこんな感じなんやってなった。だからそのもっと私の料理技術が上がったらこの米粉を美味しく仕上げれるんやろなと思う。待ってて、それまで待ってて。じゃあこのチーズケーキいただきます。見た目やばない？なんかそう考えたらチーズケーキのこのサイド部分って難しい。なんでこんな美味しく作られへんねやろう。おもろいぐらいにほんまに美味しく作られへんねんけど元から作られた元とかを入れる量じゃないとほんまに美味しく作られへんねんないただきます。これもな、170カロリーぐらいしかないねんって。蒸しパンっぽいな。インスタで見た方の投稿はすっごいチーズケーキっぽかってんな。見た目も包丁でこう裂いた感じも。けど私が作るとなんか蒸しパンみたいになっちゃったなんかヨーグルト蒸しパン、あのようちっちゃい時にさ、なんかポケモンシールついてきたなんか蒸しパン食べたやんか。ポケモンシールもらえるんやったらと思ってめっちゃせっせと頑張って買っててんけど、蒸しパンを食べるその人生摂取量があの時にもマックス超えて、もうキャップ超えてんだから自分では選んで食べへんくなってんけど、その蒸しパンを思い出す味してますね。私はまずく作ることはないねんけど、ただその記憶にも残らん美味しくも別にないご飯とかスイーツをよく作んねんな。作ってしまうというか ABC クッキングとか買った方がいいかな。インスタとかに載ってるご飯とかで作んねん頑張って。量がちょっと適当にやっていくしまうところはあるけど、それはちょっと置いといて、なんか私が作ったらなんか一個足りひんなっていう味になるとかさ、あんまなんかこう記憶に残らんなっていう味をしてねんな。あ、でも場所によったらちょっとしっとりしてるかも。でもなんかな、このな、ちょっと気分がブルーの時にお菓子作りしたらなんか楽しなんねんかえ、なんかさ、虫がさ、食べてるみたいになっちゃったこういうのに食感あったら美味しそうやん。うん、多分いい感じ、ひょっとしたらいい感じ。でもチーズを使ってないって考えたらすごいなって思う。ヨーグルトとか入ってるし、卵も入ってるし、タンパク質取れてるもんね。あー、こういう感じにできたかない？これハロウィンっぽくない？うん、うんうん。いや、これクッキー意外と美味しい。なんかサクサクして食べ応えがあるっていうのかな。ホロホロクッキー好きやねんな。あれ系めっちゃ大好き。マジでこれさ、なんかアリが占拠してるみたいな感じになってない？ほったらかしにして気づいたらアリに食べられてるみたいな。アリさんケーキになってる
アリさんで思い出してんけどさ、一生どうでもいい話してんねんけど、私 O 型なんですよ、血液型は。 O 型って蚊に噛まれやすいっていうやんか。ほんまに噛まれやすいねん。で、あの代謝がいいから体温が高いっていうのもあると思うねんけど、ほんまに噛まれやすくて、昨日友達と遊んでてんけど、私だけなんかもうこの残ってんねんけど、1,2,3,4,5,6で、なんか7,8とかって、もうなんで私だけこんな噛まれんのって。虫がめっちゃ嫌いなんですよ。でも自然のところに人間が行って、虫がちょっとちょっかいかけてくるとかやったらさ、まあそりゃ人間が来てるもんねって思うんやけど、人間の住処であるこの家に虫が来てんのほんまに意味わからんと思って、もうそうなったらし、結構もう家で虫見つけたらもうブチゲー出ねえな、なんでおんねんみたいな。でもそのさ、でもさ、その虫退治する時にさ、虫って感じで思ったらもうめっちゃ気色悪いみたいな感じで思っちゃうねんな。うわ、キモ、はよどっか行ってみたいな、やってやるぞみたいな感じで思うねんけど、けど虫さんって感じでさんって言ったら、まだそのちょっとキモって思う感情がやや、やや低くなるねん。ちょ、やってみて。ということで、このアリに食われたようなチーズケーキいただきます。チョコとかと食べたらなんかちょうどいい味してる。そりゃそっか、プラマイゼロうん、そりゃチョコいっぱいかけたら美味しいよね。グッド。私みたいにその料理が得意じゃないけど、けど料理をする暮らしとか憧れるなーっていう方が、ちょっと落ち込んでる時にスイーツ作ったらちょっと元気になるかもしれん。なんか楽しなってくる。まだ2回目やけど楽しなってくるで、おすすめしたい。なんかわからんけど意味のわからん不安感とかさ、夜になったからちょっとテンション低くなってるとかあるやんか。なんか私めっちゃあるあるやねんけど、友達と泊まりして解散したその日の夜、めっちゃ寂しなんねん。いつも普通に一人寝てんのに、なぜかそので友達が泊まりに来てバイバイしたその日の夜がめっちゃ寂しくなんねんな。一人なんだってすごい思わされるみたいな。そんな感じなんねんけど、何やらやったらいいなーとかってさ、なんか思ってしまうこと多いけど、けど今そのタイムリーで叶えへんことなのに、何やらやったらいいなーって思っちゃうのってさ、どうせ叶えへんのにさ、なんか思ってしまったらさ、しんどいやん。叶うことやったらいいけどさ、だから寂しいと思わんように楽しもうって感じでケーキ作ってるな。いや、こんなんやったらいいのになーとかって思いになったら、それに負けへんぐらい自分で自分自身を It's okay! みたいな感じで思わせてあげられるのってなんやろうみたいな感じで最近思うことが多いんです。で、読みながら言ってます。酔ってるから言ってます。めっちゃ痒いねんけど、その昨日噛まれたやつ、今日もどうせコンビニ行ってる間に噛まれたんやろな。でもこうやってな、そのボコボコに噛まれた皮膚を見たら、はなんで3なんかつけなあかんねん、クソガーとかって表現しちゃねんな。このボコボコのとこ見たら、3なんかつけへんしとかって。美味しい、ハート作ってん、かわいいやろ。でもこれ自分で食べねんで、かわいいやろうんうん、食べたら食べるほど美味しいかも。前な、居酒屋で一人飲みとかはしたことあるけど、バーに行ったことないなと思って。わちゃわちゃしてるバーとかじゃなくて、年齢層とかが高くて、地元にさちょこっとあるような、でなんかバーってさ、場所によれば読書とかもできるらしくて、お酒飲みながら読書するみたいな、かっこいいやんか。できるとこもあんねんって、できひんとこもあると思うんだけど、昨日その友達と行ったとこがダイニング&バーみたいな、バーみたいな感じで、なんか常連さんっぽい人が読書しててんな、女性の方がワイン飲みながら、え、かっこいいと思って、え、そんなんしたいねん、え、あの女の人かっこいいなみたいなかっこいいやろって思ってもらいながら読書するって、すごい邪念だらけやんな邪心っていうの、どっちかっていうと、あの古民家に近くて木材で店内作りましたみたいなあるやん、ああいう感じのな、ああいう感じのとこで本とか読んだりしてワインとか飲んで、おしゃれやん、おしゃれやからしたかってんけど、けど行ってそういうとこじゃなかったらどうしようとかさ、化粧してなかったの、すっぴんやってんの、だから、あーでも今から見ない整えてちゃんとしていくってなったら、あ、ちょっとめんどいなとか、いろいろ自分に言い訳つけて結局いかんかったんけど、そんな日の夜になんかしたいから、なんかできることないかなってなった時に、スイーツそんな作ったことないから作ってみようと思って、けど美味しく作られへんなっていう。どうやったら美味しく作れんのかな、マジで。え、クッキーで結構難しいんかな。でもえ、プリンも美味しく作られへんかってんで、今私のやりたいことはバーでお酒をたしなみながら読書してる女性になりたいんですなれるかな。ちょっと本読みながらこうやってこうやってこうやってしちゃいそう。
知り合いに見られてないから気まずくないからとか、結局なんか3ページぐらいしか進んでないとか、本読んでる時あるあるやんけど、気づいたら全然違うこと考えてるとかあんねんな。目で追ってんのは文字やねんけど、頭全然違うこと考えて、気づいたらそのページめくってるものを全然読んでない、え、これ読んだっけみたいなあるんですよね。これで終わりです。怖っ、今4時やわ。材料買って作り始めたの12時前よな。12時過ぎたぐらいやったの。怖っ、寝よう。動画見てくれてありがとう。バイバイ。今日もみんなお疲れ。バイバイ。酔ってないっすよ。酔ってないっすよ。全然酔ってないっす。今から全然100マス計算とかできちゃうぐらい。全然酔ってない。全然酔ってないっす。酔ってないっす。酔ってないっす。バイバイ。おやすみ。